いじめがあったかどうかを調査する第三者委員会の2人の委員が外れることになりました。今年3月、旭川の中学2年生広瀬沙耶さんが市内の公園で凍死した状態で見つかった問題、背景にいじめがあったのではないか、事実関係を調査する第三者委員会が揺れています。当該委員2名を本事案の調査から外れていただくこととしたところでございます。委員である1名につきましては、委員としての身分のまま当該事案の調査から外れていただくことといたしまして、委員人員である1名につきましては辞任いただくこととしているところでございます。第三者委員会の委員2人が調査の関係者と接点があり、遺族が不安を抱えているとして調査から外れることが今日の旭川市議会で明らかになりました。被害関係の具体的な内容について、2名のそれぞれの委員についてご教示願えればと思います。ご遺族側の関係者と、一定程度の接触があったということで、もう1名、につきましてはですね、事案の関係者と接触があった、というふうに、伺ってございます。個人情報にも配慮する必要もございますことから、ご理解いただきたいと、このように考えてございます。接点の具体的な内容について市教委は今日の市議会で明らかにしませんでした。ただ広瀬さんの遺族側の代理人弁護士によりますと、副委員長の小児科医と調査対象の生徒が知り合いで、遺族が不安に思っていました。臨時委員の弁護士は、広瀬さんの遺族側の関係者がこの弁護士の事務所に所属する他の弁護士に過去に相談したことがあるということです。公平性を保つために問題に無関係の第三者を集めたはずが、接点が発覚したことで調査の公平性が問われる事態になっています。いじめを受けてたんですけど、そのいじめの内容が結構きつくて、自分の方でなかなか納得がいかないっていうか、処理できないっていう気持ちになってしまってて、で今学校側もいじめを隠蔽しようとしていて、3月に旭川市内の公園で凍死していた広瀬さんは、去年11月ネットでのライブ配信でいじめを受けていたと相談していました。当初学校と旭川市教委はいじめの疑いを認めていませんでしたが、4月に文春オンラインが報じたことで苦情や問い合わせが殺到。今年5月、いじめ防止対策推進法に基づく重大事態として第三者委員会が設置されました。第三者委員会は委員を4人から11人に増員して本格的な調査を開始したものの、時間がかかりすぎとの批判が相次ぎ、9月に就任した今津博介市長は真相解明を急ぐよう求めていました。できるだけ年内に、結果を最終報告を出していただきたい、遅くとも年度内という要望はただいまさせていただいたところでございます。今月4日に HBC の取材に応じた広瀬さんの母親です。当初から動きの遅さと組織の公平性に疑問を感じていました。なんて言ったらいい、関係者、双方の関係者みたいな、利害関係者というんですかね、が何名か含まれている状態なので、本当に公平中立なメンバーになることをお願いはしました。第三者委員会の制度に詳しい大川哲也弁護士は、今回の事態をこう指摘します。辞めた理由
等についてはですね、明らかにすべきだったんじゃないかなというふうに個人的に思います。まあ、背後にどういう事情があったのかというのは私は分かりませんので、一概には言えないんですけれども、やっぱり一定の説明があってもよかったんじゃないかなと。独立性に疑問があるとですね、やはり出てきた結果についてもですね、やはり、その確からしさ、信憑性ということについてもどうしてもやはり疑いが持たれてしまいますので、とにかく委員の独立性というのはこの第三者委員会で、非常に重要であると、はい、これまでに分かっていることを整理していきます、はい、まず今回の第三者委員会は弁護士や臨床心理士、小児科医など11人で構成されていて、今年5月からいじめがあったかどうかの事実関係を調査しています。今日の市議会での報告によりますと、今回このうち副委員長の小児科医と臨時委員の弁護士が関係者と接点があるとして外れることになりました。市議会では接点の具体的な内容については明らかにしませんでしたが、広瀬さんの遺族側の代理人弁護士によりますと、副委員長の小児科医と調査対象の生徒が知り合いで、遺族が不安に思っていて、で臨時委員の弁護士については広瀬さんの遺族側の関係者がこの弁護士の事務所に過去に相談したことがあるということなんです。そもそもこの選ぶときにはどういう形で選ぶのか、もっと事前に分からなかったものなのか、その市の担当者が決めるものなのかってところが疑問になってきますね、はい、第三者委員会の委員の選任については文部科学省の基本方針があります。専門的な知識および経験を有するものであって、該当いじめ事案の関係者と直接の人間関係、当該ですね、当該のいじめ事案の関係者と直接の人間関係、または特別の利害関係を有するものではないもの、つまり第三者で、職能団体や大学、学会からの推薦等により参加を図り、調査の公平性、中立性を図るよう努めることが求められるとあります。で、市教委によりますと、今回もガイドラインに基づき職能団体や学校などの推薦で選任し、2人についても職能団体からの推薦を受け、その時には利害関係の報告はなかったと説明しています。ただまあこうした手続きを踏んでも遺族が不安に思う人生になってしまったりとか、あとはやっぱりこの、ね、それでなくても遅いって言われている調査の進み具合、これについても影響が出てきますよね。そうですよね。だからそのあたりないようにしてほしいんですけれども、今回の事態について広瀬さんのお母さんは、第三者委員会で利害関係に関するチェックが十分な慎重さを持って行われたのか疑問しかありませんと、ただ調査を待つだけというのは遺族として本当に耐え難い日々ですと、いじめの事実だけでも年内に結論を出してほしいと強く願っていますというコメントをしています。はい、スーパー字幕が間違ってましたか。はい、先ほど大会じゃなくて大学、ここですね、はい、職能団体や大学です、失礼しました、要は委員のメンバーに大学の教授もいるんですけども、例えばそういう大学の推薦を得てということで、失礼しました、大会ではですね、はい、大学ですね、大学です。なので、はい、例えば医師会とか弁護士会とかそういうところから今回の11人は推薦を、得て選ばれているメンバーということですね、失礼しました。はい、で、お母さんのコメント先ほどご紹介しましたけど、年内に結論を出してほしいと、強く願っているということですが、今後なんですけれども、市教委はある程度調査が現状進んでいるとして第三者委員会のその委員の補充はせず、9人で、2人減って11人から2人減って9人で、調査を進めていく予定だということです。そして、いじめを訴えていた広瀬紗彩さんの投資をめぐる問題について明日の午後4時半からです、報道特集で徹底検証します。